まいったガールが行く突撃うまいった旅、それではスタート。みなさんこんにちは、うまいったガールのことみです。本日はうまいった旅やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、はい、今日は中央区に来ております。前回ね、札幌駅周辺の居酒屋さん、はいはい、大正水産さん、はい、紹介しましたね、はい、今回も札幌駅から徒歩5分ぐらいのところになる、5分から10分ぐらいです。そうですね、はい、大人気の、はい、そして、はい、コスパ最強の居酒屋さんに行きたいと思います。はい、はい、ということで今回紹介するお店はこちら、ハムカツ神社さんです。はい、こちらのお店はね、うん、名前の通りハムカツとトンテキが有名なお店なんですけど、はい、実はねメニューがいろいろありまして、うん、お刺身系、はい、海鮮系もしっかり取り揃えておりますね、はいはい、ちょっとね私楽しみなのはね、ナポリタン、ナポリタンそう、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。ちょっと驚きの値段ですから。そうですね、それは後でお楽しみということ で、はい、ということで、では早速中に入っていきたいと思います。それではレッツ大旅。はい、ということで店内に入ってきましたが、店内めちゃくちゃ広いですね。ね、店内めちゃくちゃ広いし、うん、はい、カウンター席、はい、そうです、ね、だったりもね、うん、ちゃんとあるんですね。奥の方でね、座敷っていうのかな、畳の部屋みたいなところもあって、うん、なんか大人の方たちでしっぽり飲む場所もありそうですね。なるほどですね、はい、はい、そしてね、ちょっとメニューをざっと見たんですが、とにかくメニューの量がやばい。やばいね、すごい量、すごい量、まずこれでしょ、うん、これに、これドリンク、やばいよね、やばい。そして、食べ物まだこれもあるしあとね、店内に結構いろんなところにね、いろんな、ね、メニューが貼ってあって、もう気になるのばっかりだ。本当に、もう目移りしちゃって何頼もうって感じです ね。とりあえずまず一通り頼みますか。はい、そうですね、はい、はい、はい、というわけでね、はい、まあ、今ね、うん、パッと見たんですけど、このコスパ最強っていうのはね、これちょっとメニュー見せてください、はい、これ99円、このように99円っていうメニューが、ね、めちゃくちゃあるのよ、はい、そうこうしてる間にね、飲み物が来ますね、はい、じゃーん、はい、そしてね、このね飲み物もめちゃくちゃ安い、はい、ビール、はい、250円、やばすぎる。それはこれは神社タワーのオレンジですね。オレンジが390円、結構だって500円ぐらい食べれますよね、普通ね、これなんか、ね、うん、中身のおかわりをどんどんしていくような感じなのかな。そうなんですかね。ああ、なるほど、ここにね、はい、中身おかわりっていうのがどんどん足していく感じですね。そうですね、サワーを足してもらう感じなのかな。そうですね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ早速乾杯しますか。はい、はい、では早速お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。ガゴーズ来そう。ああ、うまっ、うまいね、うわ、どんどん来ますね、はい、めっちゃね、注文してからめっちゃ来るの早いね、来るの早い、もうどんどん来てるまず早速じゃあいきますか、はい、こちらカレーのポテサラ、ポテサラカレー、ポテサラカレー、はい、なんと99円です。99円、はい、そしてこちらがちくわですね。これも99円、はい、そしてなんとハムカツ、美味しそう。こちらね、2種類ちょっと頼んでみたいんですけど、はい、薄い方が130円、はい、で、厚い方が330円ですね。330円、はい、でね、こっちがね、5mm、薄い、はい、こっちが 20mm あります。 20mm、 はい、すごいね、全然違うね。だって単純にこれが4枚あるってことですね。そういうこと。さあ、では早速いただきますか。はい、はい、はい、ではね、早速こちら揚げたてのね、ハムカツからいただきたいと思います。来ましたね、これが一番の名物ですね。はい、はい、衣もね、一個一個ね、すごいしっかりしてますね、うん、見た目からして。じゃあ、まずね、一番薄い方のハムカツから。 うわ、やば、サクサク、うわ、そう。じゃあ、もうね、ちょっと熱いと思ったけどかぶりつけます、はい、ではいただきます。うん、うまっ、うん、こ
ちらがゴミに残る。よく見るね、これはハムカツですよね。待って、マジでうまい。ハムがうまい。うまい。うん。うん、うまっ。ああ、いいね、この揚げ物と柑橘系のオレンジサワーめちゃくちゃいいわ、はい、やばすぎ。もうね、重量感やばい。ケーキやあ、めっちゃ重いわ、本当に。いや、重そう。よいしょ。持てない、持てない、ね、このままこういっちゃっていいですか。ガバッといきましょう。ちょっとなんかついてない。ほっぺについてる。オレンジがついてる。うん、やばっ、分厚、やばいね、やばいね、うん、やっぱね、分厚いから分厚いだけ、うん、このさ、ハムの旨味、はいはい、がすごい濃いね、うまい、うん、はい、では続いてこちら、なんと99円のナポリタン。やばい、やばい、結構量ありますね。ね、普通に1人前ある。やばい ね、 でね、野菜は玉ねぎと、うん、あとね、ピーマンも入ってるかな、はいはい、じゃあちょっとラーメンのようにインスタいただきますか。うわー、美味しそう。なんかこう懐かしさを感じる。そうそうそう、ちょっとレトロ感がね、レトロ感がある、ね、うん、香りがね、めちゃくちゃいい。ではいただきます。うん、あ、うまっ。あ、この程よい酸味と、うん、トマトソース、はい、めちゃくちゃうまい。後味さっぱりしてるから、うん、ペロッといけますね。いけちゃう、うん、多分ね、子供とか大好き。なるほどね。でもまだペロッといっちゃダメだよ、次食べれなくなるからね。はい、一口ずつ楽しんでください、はい、はい、では続いてこちらも99円のちくわ天つつ揚げ、はい、これも99円です。うん、でね、はい、なんと卓上にね、いろんなソースがあります。じゃーん、とんかつソース、はい、スイートチリソース、ウスターソース、そして醤油かな。醤油かね、はい、どうしようかな、醤油でいきますね。醤油でいきます、はい、はい、あうん、うまっ、うん、私結構さ、ちくわ好きなんだよね。なるほどね。あの、百万馬力さんでもさ、ちくわの磯見揚げ食べたけどさ、マジでうまい。うまい、うん、おいしい。ちくわってさ、噛んでたらさ、ちょっと甘みが出てくるの分かる。そうだね、それが好きなんですよ。なるほどね、うん、もうね、来るのが早いからね、お通しも紹介できなかったんだけどさ、うん、実はね、お通しもこう、はい、マカロニですね、マカロニさんね、それが来てるけど、もう一個これ、ポテサラも頼んだ。はい、これはね、カレー粉かってるかな。そうですね、カレー、ポテサラカレー、ポテサラカレーです。はい、はい、ではいただきます。はい、これもね、99円ですよ。これも99円、たっぷり乗ってるね、カレー粉が。ちょっと今までにない組み合わせだよね。うん、うん、あ、うまっ、うまい、うん、あ、なんかね、いいわ、新鮮、新鮮、うん、ちょっとさ、ポテサラにさ、変化欲しいって人、ぜひおすすめ。なるほど、このカレーのスパイスのちょっと辛みがあるから、うん、そのマヨネーズのこの辛みのマッチアップ、マッチング、マッチング組み合わせ、組み合わせがめちゃくちゃいいですね。うん、うまっ。いや、これはね、あったらつまんじゃうやつ。なるほど、うん、いや、これすごいやばいですよね。持てないでしょ。あ、持ってた。やばくない、これ。うん、うまい、うまいよね。さすがね、うん、店の名前にハムカツがついてるのがありますね。うまい、くどくなくてね、そうそうそう、すごく美味しい、うんうん、そしてね、さっきちょっと頼んだんですけど、うん、後ろにあるね、数量限定で脇ありの花咲きがいっぱい、うん、680円です。やばいね、緊急企画って書いてある。ね、いつやってる、いつまでか分かんないんですけど。でね、実はね、こちらのお店、はい、このハムカツだとか、うん、一品料理系、はい、居酒屋系のメニューが多いんですけど、はい、さっき刺身があるって言ったんですけど、
はいはい、なんで刺身があるのかっていうと、はい、実はね、このグループデーに札幌ではめちゃくちゃ人気の根室食堂、はいはいはい、根室食堂さんが、うんうんうん、グループデーにあるんです。はいはいはい、その根室食堂さんって本当札幌では有名で、そうですね、うん、聞いたことあります、うん、来ましたよ。僕はちょい小さいんで、でかいです。あー、ありがとうございます。うわー、すごい。680円、やばいよね。そう、これがね、食べれるのは、うん、根室食堂さんが経営してるから、はい、なるほど。だから本当にちゃんとしたやつが出てきます。うんうんうん、はい、はい、あなたの大好きなカニが来ましたね。はい、やばい、この匂いがもうやばい。じゃあ早速いただきますね。はい、あのね、ちゃんと食べやすいようにカットしてあります。やば、結構しっかり身が入ってる。見えてるかな。見えてる見えてる。あ、美味しそう。見てこれ、すごいね。うわ、うまっ。やばい、やばい、いや、やばい。それずっと食べてるやつだね。うん、カニを食べたらね、無言になっちゃうから、そう、気をつけてください。そう、表情もさ、もうなんか真剣な表情になっちゃうから。うん、うまい。これのどこが分けありなんですかね。ね、どこら辺が分けがあるのか、ちょっと分かんないです。うん、うん、ビール一つと、はい、あとこのクーポンの五点盛り刺し。はい、分かりました。はい、お願いします。そうなんだ。はい、今ね、さっき頼んだんですけど、うん、お刺身、はい、五点盛りがクーポンで、ね、安くなる。そうなんです。はい、もともと999円が、はい、クーポン使うと849円になります。めっちゃ安い。はい、安いよりも安いってやばくない？ね、でね、3点盛りの方もあるんですよ。3点盛りだと元々699円なんだけど、はいはい、549円になります。安いね、うん、はい、ということで、続いてこちら刺身が到着いたしました。5点盛りですね。はい、はい、豪華ですね。豪華ですね。これ何かな、タコと、はい、サーモンと、はい、ブリかな、ブリとジメサバかな。ジメサバっぽいね。はい、カレーだと思うんだけど、ちょっとね、まあ、できたら分かんないです。見ないと分からないですけど、多分カレーだと思います。はい、はい、では早速王道のサーモンからいただきたいと思います。はい、王道の、まあ、さっきちょっと言いましたけど、はい、まあ、これはどこまで食べながら食いたいかとかって言うんですけど、まあ、時間の油がすごい乗ってる。油が乗ってる、うん、あんまり醤油に油がめっちゃ浮いてます、ね。はいはい、やってるとかないんで、お金かかるとかないんで、そういうのも活用できるのであれば、うん、あ、もうやっぱサーモンは当たり障りない、うまいです。うまい。さっきやっているこちらタコですね。でかいね。そうね、一個一個結構サイズがでかい。ね、めちゃくちゃでかい。みたいなものも活用したり、まあ大きさによって。うん。まあ、もう弾力がすごいね。すごい。うん。はい、では続いて2杯目、こちらオレンジビール。はい、ビールとオレンジ割ったやつ。はい、はい、ちょっとオレンジ続きですけど、いただきたいと思います。はい、うわ、うまっ。うん、合うね。合う。うん、さっぱりしてるね。うん、でもしっかりあのビールの苦味もあって、はいはい、ビールの良さもありつつ、柑橘系が効いてていいですね。いいですね。うん、あ、僕の方も、そうね、ナポリタンがうますぎて止まんない。ね、それ99円だから、ね、それだけずっと食べてくれてもいいですね。いや、前食べますけど、はい、あのね、結構ね、お店もだんだん賑わってきてまして、はいはい、サラリーマンの方とかね、結構多いですね。ね、うん、結構もうね、だいぶうまくありますね。あとね、残ってるのでね、1択、2択ぐらいしか残ってないし、簡単の方もね、結構待ってきてる。うん、はい、もう大人気店ですね。はい、はい、では続いてこちら、揚げ魚バケツ。揚げ魚バケツ。はい、揚げ魚バケツです。揚げ魚バケツ。ちょっと言いづらいですけど、ね、はい、いや、言えます。揚げ魚バケツです。揚げ魚バケツ。はい、本当にね、いっぱい入ってるの。めっちゃ入ってる。そう、揚げ魚だってことですね。そうですね、はい、で、このなんかサイズ感がさ、一口でいける感じがいいね。ね、うん、もうね、ザーという中屋メニューがめちゃくちゃ豊富だから、うん、正直ね、うん、札幌に遊びに来て、うん、飛行機の時間までに時間があるから、はいはい、
楽しみたいって方、おすすめですよ。そうですね、ちょっと寄ってちょっと飲んで帰るっていうね。そうそうそう、うんうん、完璧です。完璧ですね。これね、厚さがね、3種類あるんですけど、はい、今回は定番の方にしました。はい、わー、すごいね。すごいな。うん、ちょっとそうね、種が終わったら取りますので、はい、はい、それでは餃子いただいてください。いただきます。あっさー、うん、うまっ。うん、ポンコツカリ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 、うん、結構ね、あんがね、塩コショウしっかり効いてるから、はいはい、このまま食べても全然美味しい。はい、うん、まあ、もちろんあの醤油とかもあるんで、そうです、も餃子用のセット揃ってますね。うまっ、ポンコツ揚げたて、揚げたて、うん、熱っ。はい、では続いてこちら、モンテキグローブっていうことです。多分ね、モンテキグローブ、そう、はい、グローブみたいな、ね、形をしてるの、お肉が。ああ、なるほどですね。そう、なんでモンテキグローブです。じゃあちょっと切って食べたいと思います。これも名物ですね。そうですね、はい、はい、で、今回ね、ソースは王道の激極うまソース。はい、うわぁ、そう、ではいただきます。もうね、全部がね、出来立てだからね、もう何でも熱い。いや、これの半分でもいいな、ちょっともう一回ちっちゃくする。はい、ではいただきます。うん、あ、うまっ。うん、ソースね、ニンニクが効いててめちゃくちゃうまい。なるほどね、うん、はい、あー、うまいわ。多分ね、ニンニクとおろしが入ってますね、うん、大根おろし。あ、これはうまい。お肉もね、柔らかい。柔らかいな、うん、カリモーチョ、カリモーチョ。何度から気をつけるんだろう。天才の海外の方が多いからね、はいはい、たまに、あの、多分あのレアな注文をすると、はいってなると思いますけど、はい、そうなったらメニュー表をあのこう指さしてください、はい、安いからいっぱい頼んじゃう。そうそうそう、ちょっとね、うん、結構な量食ってるよ、ね、そうですね、だいぶ食べてますね。だって何品ぐらい、8品ぐらい頼んでます。相当食べてます。もうだって1時間ぐらいいるんじゃない。そうですね、1時間半、1時間半、はい、結構います。はい、ちょうど1時間半ですね。はい、はい、じゃあそんな感じで残りの餃子とトンテキも食べていきたいと思います。それにしてもさ、はい、お酒の提供めちゃ早くない？そう、頼んだらね、10秒ぐらいで届くんで。あなたはデュアで、私はカリモーチョ、赤ワインとコーラを割ったやつですね。はい、はい、リセットされる。で、結構ね、ワイン強め、結構食ってくる。食ってくる。はい、それが美味しいんですけどね。はい。はい、ということで最後の一口いただきたいと思います。あれだけだから冷えてもカリカリ。カリカリ。うん。ということでごちそうさまでした。もうめちゃくちゃ美味しかったです。はい、というわけで食べましたね。めちゃくちゃ食べましたね。めちゃくちゃ食べた。もうパンパンです。パンパンです。そしてね、うん、めちゃくちゃ食べたけど、なんとね、あれだけの量食べて6000円以下でございます。やばいですね。やばい、うん、安すぎ。安い、だってビールも5、6杯飲んでますよね。ビール5杯に
ハイボール。ハイボール。で、私も4杯ぐらい飲んでるんで、それプラスあのメニュー頼んでこんだけって、札幌でね、この価格ではなかなか、ね、ないですね、食べれるのは。やばいですね。やっぱりね、札幌に来て楽しんだ後に、うん、最後ね、はい、もうお金も使い切って安く済ませた、はい、コスパ最強のお店なんです、はいはい、今日ね、なんと実は平日なんですよ、はいはい、平日なんだけど、もうこの混み具合なので、あとね、来る日決まってたら皆さんぜひ予約をしてください。そうですね、はい、予約あった方がいいですね、はい、その方が確実に入れると思いますので。そうですね、はい、そしてなんといってもこのお店の周りにもいろんなお店がありまして、ね、もうマジでね、うん、スポットだよね、はい、ここだけでちょっと今度ね、はしご酒来てもいいかもしれないですね、したいですね、はい、もしかしたら今後上がるかもしれないですね、はい、はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。この動画が伸びますように。